日本シリーズの第2戦が29日、京セラドーム大阪で行われ、阪神が0対8でオリックスに敗れ、対戦成績は1勝1敗となった。岡田昭信監督、65、が激怒したのは、1回1死1塁から森友哉、28、の1塁ゴロを球審が一度はフェアと判定し、閉殺打に終わったものの、 累進がファウルとジャッジしていたため、審判団が協議して判定をファウルにした問題。幸いこの判定が得点には結びつかなかったが、ファンや指揮者の間からは、なぜ VTR 検証を行わなかったのかという疑問の声が飛んでいる。京セラドームが騒然となった。1回だ。阪神の先発の西雄は、その立ち上がりに1死から西野に死球を与えたが、 続く森を1塁ごろに打ち取った。1塁ベースの手前のラインギリギリの位置で補給した大山は2塁へ転送して3の6 3の併殺を成立させたかに思えたしかし市川球審はフェアの判定を下していたが一塁の普景累審は両手を上げてファウルのジャッジ判定が割れていたのだ市川球審は確認のために普景累審のもとに歩み寄り 6人の審判団が全員集まって協議。責任審判であるレフト精神の島田審判員が、場内のマイクを使って、ただいまの打球の判定について協議した結果、ファウルとして試合を再開します、と説明した。当然、岡田監督は納得がいかない。すぐにベンチを出てきて猛抗議。虎島から大きな声援と拍手が起きた。島田審判員は、 みんなで競技した結果と説明。岡田監督はレフトから一塁のゴロのフェアかファウルかを見れるんかと抗議した。拉致が開かないと思ったのか、岡田監督はフェアのジャッジを下した市川球審の意見を聞こうと近づいたが、島田審判が間に入って2人を離させない。最後は呆れたように笑って岡田監督は引き下がったが、 SNS 上では、なぜ VTR 検証をしないのか競技で判定なんて決めるものなどの批判が殺到。岡田監督も、試合後に怒りがぶり返した。スポーツ各紙の報道によると、ベースまでは主審、球審の判断とちゃうの。シリーズやから何にも言わんかったけど、どういうことなんやろな。審判の競技でフェア、ファウルを決めるんやて。 そんなルールー野球ををやっててて初めて聞いたた。わ、と疑問を呈した岡田監督が指摘するように公認野球規則の「球審および累進の任務」では球審の任務として通常累進によって宣告される場合を除いて「フェアボールとファウルボールを宣告する」とありホームから一塁までのフェア・ファウルの判定は球審が行うことになっている。 つまり球審が下したフェアの判定が採用されなければならない。ただ一方で審判団の競技については、公認野球規則でこう認められている。一つのプレーに対して、2人以上の審判員が裁定を下し、しかもその裁定が食い違っていた場合には、球審は審判員を集めて競技し、監督、プレイヤーを交えず審判員だけで、その結果、通常球審、 または、このような場合には、球審に代わって解決に当たるようにリーグ会長から選任された審判員が、最適の位置から見たのはどの審判員であったか、またどの審判員の裁定が正しかったかなどを算着して、どの裁定を取るかを決定する。このようにして、決定された裁定は最終のものであり、初めから一つの裁定が下された場合と同様に、試合は続行されなければならない。 つまり、今回のケースでは、責任審判の島田審判員が、市川球審ではなく一類の不け累審の裁定を取ると決定したのだろうが、その決定への行きさつは、岡田監督が怒るように全く謎だ。レフトの位置から見ていた島田審判員が、何をどう協議して、球審ではなく累審の判断を指示したのだろうか。 阪神の38年前の日本一メンバーである OB で評論家の池田千下夫氏もフェアかファウルかの判定を協議して決めることはナンセンス。球審と一類類審以外は見れていないのだから残りの4人の意見など意味がない。つまり協議することがおかしい。審判団が自らリクエストできるルールがあるのだから VTR 検証をしてから結論を出すべきだった。 テレビの映像を見る限り、ファウルのようにも見えたが、大山は微妙な位置で補給したのだから、判定が割れた以上、審判団が映像で確認すべき。それなら岡田監督も阪神ファンも納得するだろう。結果的に得点にはつながらなかったが、試合の流れを左右する重要な場面。閉鎖に終わるのと、あそこから2人の打者と対戦するのでは 後々の打線の巡りなどにも影響を与えると、全くの正論で審判団の対応に疑問を投げかけた。結局、森は見逃しの三振、続くセデーニョも三塁ごろに倒れ、審判団の判定の影響はなかったが、試合の流れや巡り合わせに何らかの影響を与える可能性のあった審判団の不手際だろう。また SNS 上では球審のストライク ボールの判定についても、ストライクゾーンというワードがトレンド入りほど話題になっている。この日は、非常に厳しい判定が続いた。5回2試1、2塁で宮城がノイジーに対してカウント2月2日から投じた内角球はストライクゾーンを通ったかのように見えたがボールの判定。6回1試1塁から宮城が中野に対してフルカウントから外角低めに投じたストレートもボールと判定されて、 死球となり、中島監督もベンチで不満げな顔を浮かべた。一方の4失点 KO された西も、4回西から総に3の1からの外角低めへ投じたシュートをボールと判定され、死球となって首をひねり、続く紅林へのカウント1月1日からの微妙な内角球もボールと判定されるなど、厳しい判定が続き、結局、ストライクゾーンに甘く入れたボールをことごとく捉えられ、 西から4連打、3失点を許した。阪神、オリックスは、共に好投手が揃っているがゆえに球審の見方も厳しくなるのかもしれないが、プロ野球最高峰の戦いで、審判のジャッジが検索トレンド入りするような事態は、決して歓迎されるものではないだろう。分析・ロンスポ編集部